雨でも楽しめるキャンプ場が台東区にオープンし、夏休みの家族連れでにぎわいました。JR の秋葉原駅と御徒町駅の間の高架下に、今日実証実験としてオープンしたキャンプ練習場。コロナ禍でも密を避けて楽しめるレジャーとして人気のキャンプについて、初心者が実際に山などで行う前にテントの設営方法などを練習することができます。バーベキューの道具なども用意されていて、参加者は食材だけ持ち込めば都心にいながら大自然の中のキャンプ気分を味わえます。楽しい。美味しい。まあ都心でこうやってバーベキューキャンプできるっていいなと思って2人で話して、今日みたいな雨の日でもできますし、すぐ来れるし便利だな。実際にテントの中で宿泊することもできるこのキャンプ練習場は今月24日まで開かれています。